でさ、なかなか練習ってさ、遠くに投げる練習ってしなくね？こんばんは、お願いします。その指がさ、あの野球のピキースの指なのよあ、ボールがあった、ボールがあった。今日ははい、なんだっけ今日、なんだっけ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、今の本音でなんだっけじゃなかったですか。いや、あのスローインなんだけど、俺、うん、が先に野球で入っちゃったから、そう、野球やってんだろうと思っちゃったわけ。そう。早くて遠くにピンポイントのスローの投げ方知りたいです。はい。わがままよ。じゃあちょっとコメント取り上げます。そのままなんですけども、はい、早くて遠くにピンポイントに投げるスローの投げ方を知りたいです。大前提として、本当にそこに投げる必要があるのかとかっていうのは、ちゃんと頭に入れておりますよね。早くて遠くでピンポイントに、あなたが、ね、投げたところで受けてはいらないって思ってる可能性もあるからね、はいはい、キックと一緒で。スローインってさ、なかなか練習ってさ、遠くに投げる練習ってしなくね。ピンポイントに投げるのは確かにあるけど、ハーフ越えようぜっていう練習はあんまないと思うんです、ね、で俺なんかは逆にスローインとか全然練習しなかったけど、飛ぶの、もう今は飛ばないけど、全然ハーフエラインボンボン越えて飛んでたから。パントより飛ぶんじゃないですか。まあ、パンと使い分けてうまく使えてたかな。まあでもそんなのもさ、昔で言うとさ、キックも別に蹴ってたし、なんで投げれねえか分かんねえよっていうので、本当だったら終わっちゃってたんだよね。なんでなんだろうって思って、で先日ね、まあキックで言うとジャイアント和樹、ね、ジャイアント君、トレーニング系サニーさんっていう、ここに貼ってあると思うんだけど、サニーさんと、まあ、すごく勉強させてもらってて、まあ、こういう質問があったから聞いてみたんだよね、この前。そうなんすよ、サニーさんにも聞いたんですよ、高木さん。さ、こんなこと言ってるんだけどって言って、うん、俺ちょっと申し訳ない、分かんない、でも昔から飛んでたからっていう話をしたら、これはね、極下筋ですよと。極下筋、極下筋、ドンドドンって多分今出てる六下筋の太さとかがなんか重要になってくるらしくて、それはもう野球の選手とか球を投げれる選手たちの MRI だったかな、とかをもう見比べての、もうエビデンスが取れてんだって。ってことは、分かりやすく言うと、キーパーのブロッキングの技術だったら松本拓也に聞けと、大宮コーチの松本コーチに聞こう、今度サニーさん聞いたらいいよ、呼ぼう、呼んでみますかね。来るよ、来るか。いやー、嬉しいな、ちょっと楽しみですね。ね、それは本当に楽しみだから、もうちょっと今電話しようかな。いや、ちょっと待って、ちょっと本当に後でね、後でね、うん、この極下筋の話も実はちょっとこの放送局の収録の直前に高木さん聞いてもらったんで、あの、確かなものかなというふうに思うんですけども、そうそう、いかんせんね、体の構造だったりとか筋力の使い方とか、まあ、全然前回かぐらいかな、5回前回ぐらいにジャンプ激上がりの法則みたいなトレーニング教えてっていう、あれも実際多分体の構造とか筋力の使い方とか分かってたら、あ、それは丸々筋っすよっていうふうに言えたかもしれない。どさくさん紛れて聞いちゃおうか、もうあの、ね、決まったからっつってお願いするから、OK、うん、です、OK です、うん、これとこれとこれとこれよろしくみたいな。だからちょっと楽しみにしてください、極下筋アニーいいね、かっこいいですね。分かんないことは専門家に聞く、はい、これがやっぱし一番の正しい情報をみんなに伝える方法だと思うし、それを俺が勉強することによって、頭の中でキーパーに変換されて、また喋る、うまいことバランスは OK、いいと思います。僕、選手とコーチの声が集まるし、その声を専門家に聞けるしっていう媒体がここにあるし。まあまあ、つなぐっていう意味では、マスタンド、それをまあ、俺はパクってるわけだから。うん、それをオフレコで言わんパクってんの？そうだよ。だって、選手と専門家とコーチと高木とマスタンド、みんなつないでいくんだからさ。ちょっと急いで商標登録しないと。本当危ないよ。話も危なくなるから、もう切ろう。よっしゃ、今日はここまで。お待ちしてます。お待ちしてます。バイバイ。